じゃ、OK ですよね。今撮れてますね。なんで撮れてなかったんだろう。どうも。今日はソルト&ペッパー新作紹介です。はい、どうも FJ です、はい、最近ではね、YouTube を始めまして、はい、最近でもないね、もう1年ぐらいやってるのか。はい、1年経ちました。ね、はい、でも今人気 古着 YouTuber として活躍なさっていて、そう、ライトオンの FJ さんと呼んでいいのか、もうそれもわからないぐらいね、両方うまくいってますんで、ぜひ、FJ チャンネルご覧いただけたらなと思います。ありがとうございます。はい。そんな FJ さんと僕が、はい、一緒に服を作っています。ライトオンさんでね。はい、それがソルト&ペッパーです、はい。そして今回作ったのが、このアメリカ軍 M43 フィールドパンツのブラックデニムですね。はい、これはかっこいいですよ。うん。名作誕生っていう、ちょっと、はい、気がしますよね、はい。まあ、今回ですね、はい、その一緒にワールドカーゴで作ってた、ワールドカーゴっていうのは、ライトンさんと僕のチャンネル DRS で一緒にね、はい、世界のカーゴパンツを今の気分にアップデートしようっていうようなコンセプトで、はい、まあ、何本か定期的にね、商品を作ってたんですよね、はい。まあ、それがきっかけでソルト&ペッパーのディレクターもやらせてもらってるんですけど、まあ、その時の気分を思い出して、思い出しましたね、うん。で、なんかそのリッキーさんが持っていたこの M43 を何かそのままやるんじゃなくて、はい、今の気分にしたいよねっていう話から、うん、今回この企画が始まって、うん、で、いろんなサンプルを上げながら最終的にブラックデニムにたどり着いた。いろんなサンプルを上げながらね、はい、そう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 、もともとはウールでもね作ってみたりとか、はい、いろいろこう、まあでも、もう最初からこの M43 を大人が履けるパンツにしようっていうコンセプトはあったんで、はい、ありましたね。まあ、きれいめに履けるようなアイテムでっていうことだったんですけど、はい、このまた M43 っていうのが、この当時のパンツって結構ねストレートなんですよね。下までドカーンとトラウザーのね形で、うん、まあ、それをなんかブラックデニムで作ったらとてもいい化学反応があるんじゃないかっていうのは、もう案が出た時点でちょっと浮かんでましたよ ね、 そうですね。あ、これなんか良くなるかもっていう、はい、古着の市場でも今501だったり505だったり、まあ、うん、リーバイスのブラックデニムから、まあ、他社のブラックデニムまで非常に、うん、人気で、値段ももうなんか僕らが買ってた値段と全然違うんですよ、うん、1本2万円以上とか、はい、それぐらいして人気がすごく出ていますっていうのが一つと、うん、まあ、ブラックデニムをまあ実際それで作りたいと思った時に、まあ、5ポケットでだからやりがちなんですけど、今回この M43 を作りたいってところにすごくマッチするなと思って、ブラックデニムの生地を作って、今回作らせていただいたと。で、もともとのこの M43 をあんまりねこういじらずというか、はい、そのままほぼ忠実にこうトレースしていて、というのも先ほどお伝えしたみたいに、もともとワイドパンツなんで、うん、まあ、今の世の中のワイドパンツの時流とブラックデニムと、まあ、そういうもの全て含めてすごく今マッチしたからそうしたんですけど、うん、まあ、中でもねちょっと、こだわった点が、この前ポケットのコインポケットの玉縁だったりとか、うん、あと背面のね、あとこの背面のポケットの玉縁なんかもかなり細めにできてるんですよね、はいはい。これをデニムでやるってなかなか大変ですよね、はい、生地が厚いの で、 そうです、ね、難しい中極限までこの細い玉縁を再現してるっていうところも、まあ、ポイントとしてはありますね、はい。ブラックデニムだけどこういうちょっとしたところで上品さが出て大人が履ける一歩になってるんじゃないかなと思います、はい。あとはこだわった点としては、まあ、僕らね160代170代の小さなコンビがやってますんで日本人全員に当てはまるという素敵な股下になっていて、それというのもこの下にねこのアジャスターがついていて、このボタンを閉めるとパンツがテーパード、ワイドストレートからテーパードのパンツまで楽しめるというこういうようなギミックがついているので、まあこの点でね、あの股下がすごい重要なんですね。そうです、またせめぎ合ってねそこは決めましたんで、あの日本人、はい、ほとんどの日本人にぴったりくる股下になってると思いますね。そこの点もかなり重要なポイントかなと思います。はい、はい、でもうこれ店頭で販売してるんですよね。はい、販売します、
精鋭50店舗で50店舗ですね。100店舗でやってたものを売れ行きだったりとか、あと売り場の状況なんかもう一度確認してぐっと絞ったんですよね、はい。まあ、お近くのライトオンに取り扱い店舗がない場合、ライトオンのオンラインショップで、注文していただくと、まず買わなくても一回近くのライトオンにこの商品を取り寄せて一回ご試着していただいて、買うか買わないか決めていただいて、あ、はい、便利ですね、はい。送料とかかからずにそこで試着できるよっていう、はいはい、まあ、そういうサービスがライトオンさんのホームページの、ライトオンさんのオンラインではできるってことですね、はいはい。僕らの、ね、このこだわりの詰まった、ブラックミリタリートラウザー、はい、ぜひお近くの店舗でご覧になってください。ありがとうございました。じゃあまた。じゃあまた。絶対してもらいたい。じゃあ絶対いいってことで。そうそうそう。じゃあまた。